バソ同一788年3月13日は、中国の東大の禅僧。送り名は、大錆禅寺。属性は馬。関州重県の出身。地元の羅漢寺の死州のところ錆の下で出家し、駅州の長松山などで修禅した後、南岳に向かい、江城の法を継ぎ、甲州開言寺に移った法を広めた。その独自な禅風は、 東代の次第部階級に受け入れられて、一大宗派、高宗宗を築き、百条懐会や南仙府岸など、司法の弟子は八十八人を数え、それぞれが数多くの語録を残すので、後の全宗に語録を重視する傾向をもたらし、やがてそれは公安を重視する臨済宗へと発展していった。場所は、後世の禅宗の名に見られる道号などとは異なり、 道一の属性である場所によるもの。そのニュアンスを日本語化すれば、馬、おじさんや、馬家の師匠と呼んでいるのと同じこととなる。柳田聖山が、純然と称する初期の禅宗との寄風の一端を表すものである。また、場所の成果は身を作っていたが、介護の後、名声を得て故郷に里帰りしたところ、近所の老婆に、なんだ、偉い坊さんが来たと思ったら、 身のヤの小せがれではないかと言われ、それきり、故郷に帰らなかったというエピソードがある。現在、彼の出身地である、四川省において、場所学会が、時たま開催されている。場所禅とも呼ばれるその禅思想では、禅宗で、初めて経典や関心によらずに日常生活の中に、悟りがある大気大用の禅を説き、平常心禅道。 即心即仏など一言で悟りを表す数多くの名言を残している。また、相手に合わせて教え方を変える待機説法をはじめ、これによって多彩の弟子を育てるとともに、次第深い級に数多くの信者を獲得し、ついには禅の生計の座をに沢隆より奪ってしまった。千外筆、馬祖、臨在画山によれば、臨在の戦士としての馬祖の一括は、 三日間も耳を、老するほどのものであったという。百条懐会、南仙府岸、大梅の立根、塩勘等しや西、道里志造、公前これ広、大衆会、木曽里しつね、当時上階、川州無業福牛自在、朝や宝鉄河古大義、小高志懐、法治無古鈴木百九十六 p 百十 ABC 鈴木百九十六 B111 ありがとうございます。